私はいつも隣り合わせ。気をつけてね、ヤドルギケ。やめろ。刑事といえば殺人事件ですよね。帰ろう。前の手を見てみろ。マジあっちやだね、地球温暖化は。お、来てる来てる。これすげえな。あれ、お前ガキは？車の中。ちょっとした計画があんのよ。なんだよこれ。今日は37度ぐらいまで気温が上がるらしいの。車の中は多分60度以上よ。まさかお前。さっきジュースに混ぜて風邪薬飲ましといたから、眠ってる間にあの世行き。バカヤバくね、お前サッテに捕まったらどうすんだよ。大丈夫大丈夫。さっきネットで調べたら、執行猶予付きでみんな 2,3 ヶ月で釈放されてんの。子供殺しといて親はのうのうとシャバで生きてんのよ。マジ？あっさ、これ預かっといて。あの子が死んだら500万手に入る。だから邪魔なガキはとっとと立ってて。亡くなったのはこの家の当主の白川浩一郎、63歳です。争った形跡は？いえ、おそらく誤って階段から転落したんでしょう。なんだ、殺人じゃないのか。第一発見者は？長女のゆきさんです。ちょっといいですか？はい。足を滑らす。娘を塾に送って家に戻ったら、父が階段の下に倒れていたんです。浩一郎さんが転落した時家にいらしたのは？みんな出ておりました。母
はスーパーに、夫は病院に。妻も私も医者なんですよ。駅前にある白川病院ご存知ありませんか？結構有名なんだけどな。で、アキでーす。撮影、私モデルなんで。そうですか。他にご家族は？私の娘の美咲と私の弟の高彦が。この家のご長男？ええ、でも高彦は4年前から2階の自分の部屋に引きこもったままで。引きこもりですか？私の隣の部屋なんだけど、あの部屋から4年間一度も出てきたの見たことないの。不気味。高彦君、医師免許の国家試験に落ちたんですよ。一応周りには海外留学中ということになっておりますので。高彦さん、高彦さん、警部。パチンコ屋の駐車場で子供が熱中症で死亡したんで、そっち行ってくれって。また熱中症？たく親の保護責任はどうなってんだよ。天下の車に子供を放置して6時間もパチンコしたらどうなるかぐらいあなたわかるでしょう。ごめんね、たくみ。ママを許して。ごめんね、ごめんね、たくみ、たくみ、たくみ。みどり、あなた、たくみ、たくみ、たくみ、起きろよ。嘘だろ、たくみ。ごめんなさい、私のせいでこんなこと。パチンコは二度としないって約束しただろ。ごめんなさい、ごめんなさい。いくら謝ったってたくみは帰ってこないんだよ。お前は母親失格だよ。落ち着いて。ともかく署までご同行願います。500万円の保険金をかけてたことご存知かしら？500万。熱い、緑は最初からお前を殺すつもりで。熱い、パパ助けて、パパ。あの女、許せない。します。恨み屋本舗。人は誰もが二つの顔を持つ。笑顔の裏に犯人がいる。ほんの一瞬で愛を憎しみに変わり、積もる恨みがこの世を血の海に変える。一寸先は闇、振り返ればそこに闇。でもその闇に
人は誰も気づいていない。あいつは匠が邪魔になったんだ。だから匠に薬を飲ませて炎天下の車に放置した。俺はあいつを許さない。できることなら今すぐこの手であいつを殺したい。人を呪わば穴二つ、下手な復讐は身を滅ぼすわよ。相手の墓穴を掘るつもりが自分の墓穴まで掘ることになる。素人が犯人を殺そうなんて所詮無理な話です。その点我が社は優秀な社員を数多く抱えています。証拠は残しません。社会的抹殺、実質的殺害、いかようにも復讐できますか。実質的殺害だ。いくらでやってくれる。報酬は800万で。800万、分かった。匠は狭いところに閉じ込められて熱い思いをして死んだが、あいつにも同じ苦しみを与えて摩擦してくれ。しかるべく。ルッタの情報や。部屋が綺麗じゃん。引っ越したばっかなんだ。相変わらずだな、恨みや。電話があった時はよ、あまりにも久しぶりなんで偽物じゃねえかって疑っちまって、うん、頼まれたもん。男は大久保優也22歳フリーターだ。なかなかのイケメンだろ。ミドルがこいつにぞっこんで旦那と別れて一緒になるらしい。さすが情報屋ね。金さえくれりゃ総理大臣の口座番号だと調べてやるよ。俺が調べらんねえのはあんたの経歴だけだ、恨み屋。しかし最近の親はとんでもねえ野郎ばっかだな。え？給食費払わねえ親とかよ、いじめを捏造して教師を裁判にかける親とかな。親がまともじゃねえからよ、子供がまともに育つはずがねえんだよ。あなたもだが、ごめんリンダちゃん、ごめんごめんリンダちゃん、人間ごめんねごめんね。もう食べる、ほらビタミンカルシウムたっぷりよ。リンダちゃんはまともに育つかしら。それよりお前どうすんだ。え、緑は交流中で当分出てこねえぞ。それより探してほしい場所がある。もうどうしたのリナ、遅れちゃうよ。あ、ごめん、いいよ、先に行ってて。分かった、早く早く。恨みや、生きてたんだ。仕事よりな、借金の180万返してもらう。シュウさん、ご指名ありました。俺にかかればイチコロよ。Thank you.
ようこそ、シュウです。ラミア、仕事よ。この男を一流ホストにしてちょうだい。お安いご用だね。え、乾杯しよう。久しぶりの再会なんですが。じゃあ好きなの入れます。やったね。ピンドン3本お願いします。はい、ピンドン3本。ソルト、この車を使いなさい。最高速度250キロのモンスターマシン、ユーヤは必ず食いつくわ。くっそ、また負けちまったよ。汚い手で触るな。お前もこういう車に乗れる身分になりたいか。はい。本気なら相談乗ってやるぞ。俺のようにグレードの高い男になりたければグレードの高い女と付き合うことだ。一人の女に入れ込むな。愛はみんなに平等に分け与えろ。まあいいわよ。すみません。女に金をもらうんじゃない。女が金をかけたいと思う男になれ。ありがとう。いい男ね。ありがとうございます。みどりが釈放されるわ。ゆうやに電話がいかず。了解。はい。あ、わかった。シュウさん、金にならない女とは別れろ。蹴りつけてこい。やり。ゆうや、なにこの車、超かっこいい。先輩に借りたんだ、お前のためにさ。あー、ゆうや大好き。ねえ、早くやりに行こうよ、パチンコとエッチ。もう私体が薄いて我慢できない。それより保険の手続き行こうぜ。あ、保険？旦那にバレる前に振込先俺の口座に変えとけよ。そうすりゃ取られる心配もねえし安心だろ。そうね、いずれ結婚するんだし。旦那にはサインした離婚届郵送しといたんだ。早く優也の奥さんになりたいな。この番組はモバゲータウンと御覧のスポンサーの提供でお送りします。早く500万振り込まれねえかな。みどり、お前子供殺して罪悪感ないわけ？あるわけないじゃん。邪魔なガキがいなくなってせいせいしたわよ。事故に見せかけて殺すって超簡単ね。この男も共犯だったのかよ。許せねえ。
どうしますか。緑が匠にかけた生命保険500万使ってこの男も社会的に抹殺してくれ。というね、誰か来た。はい。あんた。はい。ルームサービスをお待ちしました。あ、どうも。睡眠薬超効くけどな、パチンコ玉よ。900度のフィーバーが15連チャンを続くようになってるの。俺らはこのパチンコに溺れろ。焼き尽くされてまえ。止めろ。そこのカバンだ。男の方は頼んだぞ。恨みを晴らしたいときはまたいつでもご用命を。女性は東京都曙市在住の坂下みどりさん27歳で、大量のパチンコ玉に埋もれ全身ケロイド状の大やけどを負っていました。恨み屋の仕業だ。やけどによるショック死と出た恨み屋。現場付近は暴走族の。警部、この前からそればっかりですけど、一体何ですかそれ。みどりが死んだ。マジかよ、超ラッキー。やったね、神様は俺の味方だ。あ、悪い。なんで、なんでお父さんが亡くなってから1000万も減ってるの。で1000万も使ったのね。そんな勝手許さないわよ。敵襲来。高彦、開けなさいよ。高彦、プリンちゃん大丈夫だよ。僕が君を守る。高彦、お父さんのカードはもう使えないようにするわよ。高彦。高彦くんがネットショッピングで1000万も？申し訳ない。嘘だろ、本当に。
すんだ。従わないとお前らもぶっ殺すぞ。え、お前らも。高彦、お前らもって何よ。あの男は落ちたんじゃない、僕が落としたんだ。いつまで引きこもってるつもりだ。お前がやってることは彼の現実逃避だ。こんなもの何の意味ある。ああ、説明。なんだ、文句あるのか。出て行け。僕の正義だ、僕の正義よ。お母さん様、いるじゃん。いい君だ。お母さん。美咲、まだお勉強の時間でしょ。ものすごい音がしたから。美咲か、大きくなったな。高彦おじちゃん。美咲、早く部屋に戻りなさい。美咲はお医者さんになるんでしょ。少しでも気を抜けばバカになるわよ。バカ、バカ。どうぞ僕はバカだ。医者がそんなに偉いのか、お前らがそんなに偉いのか。殺してやる、みんな殺してやる。静かにしろ。美咲、お前は今日から僕の部屋で寝ろ。妻にしてやる。博士、僕に逆らうやつ、死ね、死ね。警察に電話を。ダメよ、警察なんか呼んだら高彦がお父さんを殺したってバレるじゃない。そうだ、もうお前らは殺人犯の身内だ。バレたらお前らの将来も、そしてこいつの将来もおしまいだな。冗談じゃないわよ。モデルの仕事もなくなっちゃうし、お嫁にも行けなくなる。大変だ、ネットオークションの時間だ。ってもんだな、あれは。君、あんなのに試合なんかされたくない。お母さんのせいよ。お母さんが甘やかしたから高彦はあなたのよ。
よりにもよってお父さんも、なんでお母さんみたいな学のない看護婦なんかと結婚したのかしら。だから高彦みたいなバカが生まれたのよ。一族の恥よ。おはよう。おはよう。あなたの恨み晴らします。恨み屋本舗。高彦は化け物よ。このままだと高彦のいいようにやられる。お金も地位も名誉も命だって本当に奪われかねない。だからやられる前にやるしかない。やるって何を？この人に頼んで高彦を殺してもらう。けど信用できるのか、この恨み屋本舗って。わからない。でも他に何か方法がある？ない。そうだよな。シロアリだって専門の業者に頼んで駆除してもらうんだ。人間だって専門家に駆除してもらうのが一番だよな。まあ、あんな化け物にいつまでも長生きされても困るし、このままではお父さんの遺産全部使われちゃう。殺すならとっとと殺そう。で、お父さんの遺産みんなで山分けしよう。じゃあ決まり。お母さんもいいわね。バカは生きる価値なしよ。転落死ではなく高彦さんがお父さんを殺したと。ええ。そのこと警察には？転落死と判断した警察が今さら何をしてくれるって言うんですか。家庭内でどんなにひどいことがあっても警察は民事不介入だと言って事件が起こるまで何もしてくれない。結局家族のことは自分たちで解決するしかないんです。それでご依頼は？高彦を殺してください。殺す？高彦さんは家族ですよ。そんな簡単に？あの男は鬼畜です。私たちはあの鬼畜に怯えながら毎日暮らしてるんです。その上娘の美咲にまで手を出そうと。娘はまだ10歳なんです。家族会議を開いた結果、私たちは全員一致であの鬼畜に死刑の判決を下しました。そうですか。では報酬は1500万です。1500万？そんなに？わかりました。あの鬼畜に死刑を。しかるべき。おいおいおい、この前の依頼は子供を殺した母親で、今回の依頼は父親を殺した息子だって？本当世の中狂ってる。依頼主からリクエストがある。高彦は家の外で殺すこと。え？高彦って4年も家から出たことがない超ウルトラな引きこもりだろ。どうやって外に連れ出すんだよ。ぴったりの人材がいるじゃない。おうおうおう、返しとけ。よいしょ。
マクロイン王国の同志よ、直ちに出頭せよ。はい、了解いたしました。マクロイン、岩綱竹海、ただいま参上。マクロイン王国万歳。引きこもりのこの男を外に連れ出したいの。協力してくれるわね。了解っち。我がマクロ王国の戦士は世界の愛と平和のために今日も戦う。ラブラーブ交戦。あっちゅんちゅん、あっちゅんちゅん。高彦、夕飯置いとくわよ。食事終わったから片付けて。食べさせることないんじゃない？どうせ死ぬんだし。お疲れ。お疲れ様です。ご苦労さん。掲示板にこんなもん出しても無駄じゃないんですか。第一、恨み屋なんて現実にいるわけないじゃないですか。恨み屋は絶対存在する。あいつは恐ろしい女だ。今までに何人もの人間が事故や事件を装って抹殺された。やつは俺のことはめやがったんだよ。女から電話があったんだよ。恨み屋だって言ったんだよ。いやー、暗くてはっきり覚えてるんだけど、恨み屋は長い黒髪の女だっていうつもりは、ショートヘアだっていうつもりは、抹殺された奴らはみんなどうしようもねえ悪党ばかりだ。だがどんな悪党だろうと、裁いていいのは法律だけだ。高彦の最近の買い物リストだ。リード戦に2頭。爆弾だよ爆弾。気をつけろ、やつはとんでもないモンスターだ。高彦はなかなか目が高い男ですよ。え？リストからもう一つ分かった。高彦はシアスダが作った巨乳のプリンちゃんの熱狂的ファンなんだよ。サイン入りです。For you。 ありがとう。あさっての午前0時からプリンちゃんをオークションにかける。そして高彦をおびき寄せ、やつの IP アドレスを盗む。あ、恨み屋、お前何の用事で来たんだ。白川家から追加依頼があったの。ん？追加依頼？ええ、それで用意してほしいものがあって。あいた。おい、
そんなもん何使うんだよお前。血は水よりも濃い。全てを洗い流すにはそれが必要なのよ。ヤトロギ警部、もうすぐ会えるわ。春日、携帯の掲示板に恨み屋の情報はないか。ありますよ、山ほど。偽装事件の肉屋を抹殺したのは恨み屋だ。 M 大臣は自殺じゃない、恨み屋が殺した。恨み屋の次なる標的は元社会保険庁長官。おい、はい、春日です。はい、身元不明の遺体、わかりました。弁護士の福原圭一です。助手の佐藤です。よろしくお願いします。弁護士さん。はい、生前小一郎様に頼まれまして、私どもで公正証書の遺言書を作成いたしました。遺言書、こちらになります。遺言者白川光一郎は、長女白川由紀に病院の権利を、妻タイに自宅の土地、建物、その他の資産のすべてを相続させる。なんで私はもらえないの？納得できない。と言われましても、亡き光一郎様のご意思ですし、これは法的にも有効な遺言書ですから。冗談じゃないわよ、こんなの恥じよ。こういう遺言なんだからしょうがないでしょ。何を自分もらえるからして。私と吉尾さんが病院を継いだんだから当然でしょ。よし、これさえあれば僕は無敵だ。なあ、なんでこんな遺言書で納得したんだ。病院の権利なんかたかが知れてるぞ。高彦とお母さんが死ねば何の問題もないでしょ。え、保険会社に行って二人の死亡保険増額してきたわ。じゃあ高彦君の次は。おいしい。
うん。よし、オークション開始。カモン高彦。事件直前に銃声のような音、情報屋さん、高彦がオークション引っかかりました。おう、4時よかった、はい、よしよし、リズちゃん、オークション引っかかっちゃった、よし行こう、よし行こう、よし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 、これです。よし、リンダちゃん、ちょっと待ってろ。あ、よしよし、どけどけどけ。最新式のロジックボムを送り込んで完了だ。これで明日の朝、高彦はついに外に出る。ここまではモバゲータウンと最新構成、僕の正義が、僕の正義が、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この世に正義はある。朝からどうされたんですか？光一郎さんの死について高彦さんに確認したいことがありまして、実は事件直前銃声のような音を聞いたという証言があるんです。高彦が父を殺したとおっしゃりたいんですか？警察はあらゆる可能性を考え、その一つ一つを潰して真実を見出していくものだ。バカバカしい、白川家は優秀な医者の家系ですよ。人殺しなんてするわけないじゃありませんか。そうそう、人の命は助けても殺しなんてな。ナンバーはネノ3116、全社に連絡して至急居所を探してくれ。事故を起こす可能性がある。
れたな。おい、アシュー、高彦はな、甲州街道沿いの家電ショップに向かった。急げよ。本当にいいんですか？500万でこの車を俺に。ああ、名義変更もした。今日からこれはお前のもんだ。ありがとうございます。じゃあこれ500万入ってますから。ビールじゃなくてあれだけど、乾杯します。乾杯。あれ、お前のような悪いオタクがいるから、オタクがみんなに誤解されるんだ。お前は一回死んで生まれ変わるんだ。新型怪人光線注入。やった、任務完了だっちゅ。すごい生命力だ。お前誰だ。僕は元マクロン王国の戦士だが、今は生まれ変わってウラミア本舗の柴田武臣だ。あなたがプリンちゃんを作っている伝説の柴田様。現世ではそういう人もいる。こんなとこでお会いできるなんて光栄です。高彦、お前いいやつだ。よし、お前には特別に僕ん家でプリンちゃんの最新作を見せてやろう。プリンちゃんのコレクションは俺またやるんだよ。これが一番のおすすめなのだ。すごいっす。まあ、後でゆっくり見せるけどね。何の中でやっちゃってんの、あれ。大丈夫、これからが本番よ。君の車は誰かな。これです。浦宮さん、お知り合い。うん、元マクロン王国の僕の白川隆彦。あなたは家族会議で白川家に不必要な人間だと決定されたのよ。え、あなたの宝物も今頃廃品回収業者が取りに来てるの。早く帰らないとあなたの聖域はどこにもなくなる。僕の聖域が、なんで、なんで。よかったら私の車どうぞ。鍵はついてるから。じゃあお借りします。しゅうささん、じゃあまた。Thank you.
高彦はどうしても死ななくちゃいけないんですか。当然よ、それが仕事よ。恨み屋本舗は正義の味方じゃないんですか。正義、私の一番嫌いな言葉。恨みはただの必要悪よ。明るいところで死にたくない。死ぬならせめて僕の聖域で。遅かったか。私も高彦もお父さんに同じようにしつけられたの。ならなきゃ生きてる意味がないの。左門大衆、早く。はい、川です。高彦さんが交通事故で亡くなりました。そうですか。死んだんですか、高彦。事件性があるかどうかはこれから調べさせていただきます。小一郎さんの件も高彦さんの件も。刑事さん、まだそんなこと。ち
のことも高彦のことも不幸な事故なんです。金さえ出せば恨みある人間を事故を装って殺してくれる、そういう業者も世の中にありますから。恨みだなんて、高彦は家族なんですよ。家族が死んで悲しくない人間がどこにいるんですか。恨みよ、お前が殺したんだな。何のことかしら。とけるな。お前は白川家から依頼されて高彦を事故に見せかけて殺害した。ヤドロギ警部、まだこの世に正義はあるって信じてるの？この世に正義はある。生と死はいつも隣り合わせ。事件や事故はいつ誰の身に降りかかるかわからない。気をつけてね、ヤドロギ警部。ロミオ、恨み屋も高人も俺は知らねえよ。じゃあどうしてお前名義の車に高人が乗ってた？車のブレーキの間に挟まってたコーヒー缶に付着してた指紋もお前の指紋と一致してた。坂下みどり殺したのもお前だろ。子供の保険金の500万、お前受け取ってるよな。さあ大丈夫、そうすりゃ楽になる。何のことだよ、俺は何も知らねえよ。確かにガキの保険金の500万はもらったかもしれねえけどさ、鳩のことはよ、俺は何も知らねえんだよ。知らねえよ、お前もはめられたか。何やってんだ。いや別に、これお願いします。白川家行くぞ。今度こそあの連中の口を終わらせて恨み屋の証拠をつかんでやる。はい。報酬の1500万です。確かに。いやー驚いたな、こんなに綺麗だとは。でも平気で人を殺せるなんてあんたも相当な悪事よね。ふき、あのもう一つお願いが。ババアのついでに。
あ、すいません。お前何やってんだよ。だって銃が暴発したんです、これ。おみよ、お前。気をつけてください。近所迷惑になりますから。はい、すいません。お前しっかり持ってよ。いいんだよ。あれ？どういった？あ、ちょっとすみません。すみません。ちょっと、おい、おい。あと、平吉さん、もういい加減にしてください。高彦のことも父のこともただの事故なんです。殺しだの恨みだの変な言いがかりはもうやめてください。怪しいことがないのに話してくれてもいいんじゃないですか。この女を知ってるな。誰ですかこの人。恨み屋だ。恨み屋？事故を装って人の恨みを晴らす復讐代行業の女だ。高彦さんの現場にこの女がいたんだ。そんなこと知りません。こんな人見たこともありません。もういいでしょう刑事さん、お帰りください。白川さん警部、もう帰りましょう。これでよかったんですね。ええ、リナさんから美咲があなたに依頼したって聞かされた時は驚きましたけど。すみませんが、お手洗いをお借りできますか。あ、はい、どうぞ。美咲？おばあちゃん、あの遺言書は偽物よ。え？美咲ちゃんから依頼があったんです。私たち恨み屋本舗に。家も家族もみんな燃やして。え？あの家は悪魔の家。あの家にいたら私には二つの道しかないの。お母さんのように我慢我慢で医者になるか、高彦おじちゃんのように落ちこぼれて引きこもりになるか。
私はどっちも嫌。一人につき1000万よ。どうやって払うつもり？おばあちゃんがいるわ。おばあちゃんを殺さないで。お母さんは鬼よ。きっとおばあちゃんのことも殺そうとするわ。みんな燃えちゃえ。よそ様には何の不自由も何の問題もない家に見えたでしょうね。でもあの家には最初から家族なんていなかった。もうこの世には存在しない人間の身分証明書です。白川家にはあなたたちの代わりに身元不明の遺体を置いてきました。あなた方二人はもう死んだんです。明日からこの町を出て別の人間として暮らしてください。お約束の3000万です。これからはこの子と二人田舎で静かに暮らしていきます。ありがとうございました。恨みを晴らしたいときはまたいつでもご用命を。あのガキ将来どんな大人になるんだろうな。なんでお前が泣いてんだよ。だってなんだかやりきれなくて。幸せって何なんだろう。家族って一番身近な存在じゃん。お互いに助け合ったり幸せを分かち合うのが家族じゃないの。なのに、まあ、今の世の中な、家族の絆なんてもんはもうとっくに切れちまったんだよ。家族より自分、まあ、自分さえ良ければみんなそれでいいっていう風習になっちまったんだよ。だが、でも血は水より濃い。だから余計憎しみはね。何の用だ。約束の金は振り込んだぞ。ヤドロギ警部の情報を横流しした上に、こっちは身元不明の遺体2つも用意したんですよ。あれじゃ報酬が少なすぎる。春日、俺たちは甘く見んなよ。調べてみたよ、あんたのこと。指導英二さん。お前な、つまんねえ考えを起こすと
てめえの命はねえぞ。警部、高彦が作った爆弾だったそうですね。恨み屋の仕事と。警部もやめた方がいいですよ。これじゃ命がいくつあっても足りませんって。俺は絶対諦めない。命かけであいつを捕まえてやる。の DVD の発売が決定。 DVD にはテレビでは見られない衝撃のラストシーンが。ただいま番組携帯サイトで先行予約受付中。今すぐご予約を。番組からのプレゼントです。原作フラミア本舗の新シリーズ、フラミア本舗スクルマフースケを抽選で100名様にプレゼントします。詳しくは番組携帯サイトをご覧ください。